こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。最近はですね、皆さんも自宅で過ごす時間が多かったんじゃないかなと思います。それはですね、僕も同じで近年にないぐらい家で過ごすことが多かったんですね。そうなるとですね、なかなかやることがないんですよね。まあもちろん子供たちと遊ぶっていうのもあるんですけど、それ以外の時間どのように使えばいいのかなっていろいろ考えた結果、やっぱりですね、僕もそうだし多くの人がやっていたのは家の中の整理ですとか、まあいわゆる断捨離をしている方がすごく多かったかなと思うんですよね。僕も同じで、久々に時間ができたので家の中のいろんなところの断捨離を結構行ったんですね。その結果、かなり物の量が減って快適な生活ができるようになったなと思っています。皆さんはいかがでしょうか？お部屋の断捨離ですとか整理整頓をしたでしょうか？僕はですね、結構日常的に断捨離というものを行うようにしてるんですね。これはもう僕の中では一つの趣味みたいなものなんですね。部屋の中の物をですね、少なくすると結構気持ちが楽になるので、僕は日常的に断捨離をするようにしてるんですね。それでも気づくとどんどん物が増えていくわけですね。それをどんどん手放すことで結構気分は変わるなというのを最近改めて実感をしています。ということで、今回の動画では改めて服の断捨離というテーマでお話をしてみたいと思っています。まあ30代を迎えて、そろそろですね、自分の着こなしを改めて見直した方がいいなって感じる方って結構多いかなと思うんですね。まあそういう方がファッションにおいてまず何から始めればいいのかということなんですけど、これは間違いなくですね、服の整理、断捨離だと思ってるんですね。いきなりお店に行って服を買うっていうのはこれ間違いなんですね。僕の大好きな本があるんですけども、そのタイトルがですね、すごく学びが深いんですね。服を買うなら捨てなさいというタイトルなんですが、このタイトルってめちゃくちゃ重要だと思うんですね。おしゃれになりたい、これから自分のファッションを見直したいという時に新しい服を買うというのはファーストステップとしてはあまりふさわしくないんですよね。まずは自分が今どんな服を持っているのかを把握して、どんどん物を減らすこと、その先に必要なものを買う、このステップがめちゃくちゃ大事だと思ってるんですね。皆さんもですね、これからおしゃれを磨いていきたいなと思ったら、まずは最初に捨てるというステップを改めて行っていただきたいなと思っています。僕もね、最近ステイホームの期間に改めてクローゼットの中を開いてみたんですが、めちゃくちゃ服がたくさんあるんですね。最近は仕事で僕が着る用の服と、あとはプライベートで着る服、それに加えてこの YouTube の撮影で使うような服があるので、結構ですね、気づいたらたくさんの服があるわけですね。じゃあその中でリアルに着てるものはどれぐらいあるのかと考えてみると、結構ですね、ごく少数に限られるわけですね。ほとんどの服はあまり着てない状態なんですね。クローゼットという限られた空間の中に着ない服がたくさんある、これは本末転倒なので、改めて整理をすることが大切かなと思って、僕の中でどんどん断捨離を進めたわけですね。で、断捨離をするときにはいくつかの基準っていうものを持っておくと便利かなと思うんですね。どういう服は残して、どういう服は手放すのか、この手放す基準っていうものを明確にしておくと結構サクサク断捨離ができるかなと思っています。今日は改めてこの基準についてお話をしたいなと思うんですが、まず一つ目の基準なんですが、5年以上前の服、これはですね、容赦なく手放した方がいいかなと思っています。どんなに高かった服でも、思い出のある服でも、どこどこのブランドの服であっても、やっぱりですね、5年経つと古臭くなるんですね。これはなぜかというと、ファッションにも流行っていうものがあるわけですね。今年の流行が来年着れないっていうことはないんですね。まあ一つの流行、トレンドになったものも、数年間はゆるりとそれが続くので、今年は流行だから来年着れないみたいな、はっきりとした流行はないんですね。とは言っても、緩やかに流行は変化していくので、だいたい 3,4 年経つとちょっと古臭いなって感じるようになりますし、それが5年経つとやっぱりですね、やぼったさですとか、なんか今っぽくないなっていう感じがしてしまうんですね。これはどんなに高い服でも、どんなに高級なブランドの服でもそうです。僕もですね、仕事で着る服というのはある程度投資をして買うことが多いので、できれば長く着たいなと思うわけですよ。でもクローゼットを開けて、最近あんまり着てないなこの服っていうものをですね、改めて着てみると、あれ全然しっくりこないなって感じるわけですね。その理由というのは、流行の変化と服のテイストがマッチしなくなるからなんですね。ですので、服というのは5年を一つの区切りとして、5年以上前の服というのはどんどん手放した方がいいかなと思っています。
結構男性は物持ちがいいという方が多いので、5年以上前の服とか、あとは20代の頃に着ていた服をですね、ずっと持っている方も少なくないんですね。こういう服をずっと持っていて、また再び活躍するような機会は絶対に訪れません。断言できます。ですので5年以上前の服はどんどん手放してしまうと良いかなと思っています。はい、続いて2つ目の基準なんですが、クローゼットの中にあって1年以上袖を通していない服に関しては、これまた手放していい服かなと思っています。1年間春夏秋冬を通して着なかった服というのは、もう2年目以降もですね、着ることはまずないと思います。着ないからにはやっぱり理由があると思うんですよね。どう合わせればいいのかわからないですとか、着ていて気分が上がらないだとか、理由があるから着ないわけで、それが1年後2年後にまた着る機会っていうのはほとんどないと思います。ですので、ほとんど1年間着なかったような服をずっとクローゼットに置いとくというのはあまり良くないです。そのうち3年4年5年と使わないままずっと置いてある状態になるんですね。そうすると気づかぬうちにトレンドみたいなものも過ぎてしまうので、1年間着なかった服はどんどん手放した方がいいかなと思っています。ここでちょっと注意したいのが、僕は先ほどからですね、手放してくださいという言葉を使っていますよね。まあ、捨ててくださいという言葉を最近僕は使わないようになりました。結構捨てるっていうのは皆さんにとってハードルが高いことなのかなと思っています。まあ、今お伝えしたように、1年間着なかった服だとか、買ったけどほとんど着てない服ってあると思うんですよね。こういうものを捨てるっていうのはなかなか難しいかなと思いますので、手放すという言葉をあえて使ってるんですね。手放すというのは何も捨てることとイコールではなくて、例えば H&M に持っていけば服を引き取ってくれますし、リサイクルショップに持っていけば服を売ることもできるんですよね。あと服を寄付することもできるので、いろんな方法があるわけです。捨てるということだけが方法じゃなくて、自分にとって心理的なハードルが低いものであれば何でもいいので、ぜひ積極的に服を手放していただきたいなと思っています。僕自身ですね、服を捨てるのがめちゃくちゃ苦手なんですよね。どうしてももったいないなとか、まだ着れるのになっていう思いが強くなってしまうので、僕の場合はリサイクルショップに持っていくことが多いですね。その際には値段なんかは一切気にしないことが大事です。僕は全部の服が1円でもいいと思っています。なんならゼロでもいいと思ってますね。僕自身が活用できなかったものを他の人が使ってくれるのであれば、値段は問わないという気持ちを持つことがめちゃくちゃ重要かなと思います。話は戻りますが、1年間着なかった服はどんどん手放すことで、服の量を減らすようにしてみてください。はい、ラスト3点目の基準なんですが、着ていてテンションが上がらない服、これはどんどん手放すようにしてください。これはどんな人もそうなんですけども、自分の持ってる服の中でこれを着ると気分が上がるなっていう服もあれば、これは着るとちょっと気持ちが上がらないな服っていうのも必ずあるんですね。そして気づけば前者のですね、着ると気分が上がるような服ばかりを着てしまうんですね。まあ、中にはですね、気分が上がる服を持っていないという方もいると思うんですが、そういう方は、まあ、着ていて可もなく不可もない服ばかりを着てしまうかなと思うんですね。いずれにしろ、着るとなんかいまいち気分が上がらないなっていう服は着なくなっちゃうんですよね。こういうものはもうどんどん手放すこと、これが重要かなと思っています。まあ、こんまりさん風に言うと、ときめくかときめかないか、こういう基準でもいいかなと思うんですが、まあ、クローゼットを開けてみて、それぞれの服を手に取ってみてください。これを着た時に気分が上がるかどうかというのを改めて確認をしてもらいたいんですね。手に取った時に、なんか気分が上がらないなという服はどんどん手放していく、これがとても重要かなと思っています。理想的なのは、クローゼットを開いた時に自分が着て気分が上がる服だけが並んでいる状態、それも数は少ない方がいいかなと思っています。この状態を作り上げることができると、毎朝の服選びは断然楽になりますし、ストレスがめちゃくちゃ減るかなと思っています。やっぱりですね、服がたくさんある状態というのはあまりですね、心地のいい状態ではないかなと思うんですね。どんなにたくさん服を持っていても、よく着る服というのは限られているかなと思います。もし皆さんがファッション業界の人だったり、これからファッショニスタになりたい、どんどんおしゃれを楽しみたい、毎日違うファッションを楽しみたいという気持ちを持っていないのであれば、少数精鋭の服だけを持っていれば十分に足りるかなと思っています。ちなみに僕自身はメンズファッション研究家と名乗っていますが、そんなにたくさんの服を所有したいなと思っていません。服をコレクションしたいという欲求もないので、なるべく少数精鋭の服だけで回したいと思っています。ですので、このステイホームの期間に改めてですね、服を断捨離しました。そうすると毎朝の服選びがすごく楽になるので、精神衛生上もとても良いのかなと思っています。改めて整理します。
します。服を手放す際に基準になるのは、まず一つ目は5年以上前の服は手放すということ、そして二つ目が1年間を通して着なかった服は手放すということ、そして3点目は着ていてテンションが上がらない服、気分が上がらない服は手放すということ。この3つの基準を持っていれば結構ですね、服を手放すことができるのかなと思っています。で、このような基準で服を整理していたら、着る服がなくなってしまった、これは大いに結構だと思います。手持ちの服がほとんどなくなってしまった、あれが足りない、これが足りない、その状態になったら初めてですね、新しい服を買う、この順番が正しいかなと思うんですね。服を買うなら捨てなさい、捨てることが圧倒的に先なんですね。服を買う時にはなんとなくふらりとお店に行くというのはあまり正しくないんですね。これが足りないからこれを買おうという明確な目的を持ってお店に行って買い物する、これが正しい買い物なんですね。服を買う時には準備段階で成功と失敗が僕は決まってると思うんですね。ふらりとウィンドウショッピングをするのは楽しいんですが、本当に使える服、失敗のしない買い物をするためにはですね、ある程度準備というものがすごく大事だと思ってるんですね。そして新しい服を買う時にはできればですね、着ていて気分が上がる服を買っていただきたいなと思うんですね。先ほどの服を手放す時の3つ目の基準なんですが、気分が上がらない服は手放すと言いましたよね。じゃあどういう服が気分が上がらないのかというと、僕はですね、安く買った服ですとか、まあとりあえずこれでいいかっていう基準で選んだ服っていうのは間違いなくですね、着ていて気分が上がらない服なんですね。一方で着ていて気分が上がる服というのは、ちょっと背伸びをして買った服、こういう服というのはやっぱり気分が上がるんですよ。ですので皆さんが新しく服を買うときには、安さですとか手軽さというところを基準にするのではなくて、着ていて気分が上がるかどうか、ここに注意をしながら買うといいかなと思います。そういう服というのは案外安い服ではないかなと思うんですね。めちゃくちゃ高い服を買う必要はないんですが、ちょっと背伸びをして買うぐらいの服の方が気分が上がるので、そういった服をコツコツと丁寧に買い揃えるということがすごく大事かなと思っています。まあ、今回のですね、ステイホームの期間を経て改めてですね、日々どんな服を着るのかが大切だなということをすごく実感をしています。部屋にいる時にもだらしない服を着ているとですね、やっぱり気持ちが上がらないし、スイッチが切り替わらないんですね。ですので心地が良くて、ある程度質のいい服を着ていた方が部屋の中でもですね、気分が上がるのかなというふうに思っています。一方でステイホームの期間が明けて外に出る時、なるべく気分が上がる服を着るというのはすごく心地のいいことだなというのも改めて実感をしています。服って気持ちの切り替えにはめちゃくちゃ役立つツールだと思うんですね。これからはいろんな安い服をたくさん揃えようという時代ではなくて、自分が着ていて心地がいい少数精鋭の服をですね、コツコツと揃えることがすごく大切になる時代なのかなと僕は思っています。もちろんユニクロですとか GU のトレンドのある服というのも大事だと思うんですが、その一方で1点ずつベーシックで使い勝手のいい服というのを揃えていくこともすごく重要かなと思っています。僕の動画ではトレンドのアイテムをお伝えしますし、定番の服ですとかベーシックな服なんかもご紹介してますので、ぜひそういった動画も参考にしながらですね、コツコツと質のいい気持ちが上がる服もですね、買い揃えていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。